小山ひな子です。これは私の実現したい制作集のその1です。初めて行った長野県筑北村の道の駅坂北に設置されていた非常時には電気コンセントとしてみんなが携帯電話の充電などに使える非常用コンセント付き太陽光発電の街灯を街の中にどんどん増やしていきたいです。小山ひな子は防災士でもありますので、非常用のそのコンセント付きの太陽光発電街灯にとても感動いたしまして、これは大変便利だと思ったものですから、これをぜひ増やしていきたいなと、それを実現していきたいなと強く思っております。これからも小山ひな子の制作集を一つ一つ皆様にアップさせていただきますので、ぜひ皆様続けてご視聴いただければありがたいです。よろしくお願いします。元代議士秘書、防災士、自殺防止ゲートキーパー、養成講師の、あと私自身が立ち上げた命綱という命の電話の相談員も行っております。よろしくお願いします。